ようこそ NCP TV へ。世界で一番脱炭素の熱い魂、雄大です。今日はこのニュースで参りたいというふうに思います。これはマジで時代を変える、日本初、世界最高効率のフィルム状太陽電池。日本勢が太陽光のフィールドにイノベーションを起こしています。ぬる太陽電池とも言われる次世代太陽電池、ペロブスカイト。こちらですね、日本人の方が発明したものですが、この次世代の太陽電池、こちらについてですね、東芝がフィルム型で世界最高効率を叩き出しました。で、この太陽電池、いろいろなですね問題を解決してくれる可能性がある、夢のある太陽電池なんです。つまりですね、このフィールドでイノベーションが続けば、日本がですねリアルにまた世界に対して脱炭素で処方箋を提供できる、日本の脱炭素化も進む、そうしたことがですね期待される技術になります。ということで今日は1、そもそもペロブスカイト太陽電池とは何か、何がすごいのかを解説し、2、東芝が世界最高効率を叩き出したニュース、こちらを解説した上で、3、これが社会実装されると何がすごいのかを解説し、一方で4、この件に関して日本相当やらかしてしまっているので、そこもですね解説していければというふうに思います。ということで早速参りましょう。1、そもそもペロブスカイト太陽電池とは何か、何がすごいかの説明からです。今皆さんがですね太陽電池として思い浮かべるのは、シリコンのですね入ったソーラーパネルかと思います。仕組みとしてはご存知の通り、太陽の光エネルギーを直接電気に変換するというのが太陽電池で、その種類はですね原料として使われる半導体によって実は様々あるのですが、現在量産されている太陽電池の多くはシリコン系太陽電池と化合物系太陽電池と呼ばれるタイプのものになっています。まあ、シリコンが全盛ですかね。で、これらのですね特徴としては、高いものではですね 25% を達成するなどの高変換効率が挙げられる一方で、材料や製造コストがですね比較的高いというデメリットが実はあります。しかもシリコン系太陽電池については、中国はその世界シェアの大部分を持っているという中国リスクや、それからですねその生産に関しては新疆ウイグル問題との関連もあります。このチャンネルでも扱った通り、アメリカが制裁を課しているなど不安定要因もあります。さらにですねシリコン系太陽電池はシリコンが厚く曲げることができないというところもですね、まあ、設置場所が限られるという制約がありました。そこで注目をされているのがペロブスカイト太陽電池。太陽光を電気に変換するという意味では一緒ですが、構造が全く異なります。使うのはペロブスカイトと呼ばれる結晶でですね、この結晶を用いてペロブスカイト膜というのを作ってですね太陽電池に加工するのですが、このペロブスカイト膜、すごい特性があるんですよ。これがですね、ぬる電池と言われるゆえんなのですが、塗布技術、まあぬる技術ですね。これでですね、容易に作成できるという驚きの特性があります。これによりですね、既存の太陽電池よりも低価格を実現できるとされているんです。そう、国際エネルギー機関 IEA がですね、これからのエネルギーの王様は太陽光であると言いましたが、その背景はですね、世界的な太陽光のコスト低下にありました。太陽光パネルの値段は以前に比べて劇的に下がってきていますし、シリコンもですね、これからも下がるのではないかとされていますが、そんな中でもですねコスト安が実現できるというこのペロブスカイトのですね特性は、中国石鹸のですね太陽電池市場に対抗する上でも、それからですね実際に消費者が使うにあたっても非常に魅力です。さらにですね、このペロブスカイト太陽電池がすごいのは、製造する時の温度をシリコン系に比べて低くできる点、こちらになります。この特性によってプラスチックを傷めない範囲に収めることができるので、プラスチックフィルムタイプの太陽電池の製造が可能になります。でですね、シリコン系太陽電池は薄くすると太陽光のエネルギーが吸収できなくなるので変換効率が大きく低下するんですが、このペロブスカイト太陽電池、太陽光の吸収係数が大きいため、高い変換効率を維持したフィルムタイプの太陽電池の実現が可能となっています。そう、今日の解説のポイントはこのフィルム状というところです。フィルム状になれば当然軽いですし、曲げられる、つまりですねフレキシブルで軽量な太陽電池が実現でき、シリコン系太陽電池では困難なところにも設置することが可能になります。で、この脱炭素時代にぴったりなこの太陽電池を生み出したのは誰か、なんとですね日本人なんですよ。今後のですね普及次第ではノーベル賞を受賞してもおかしくないとされているこのペロブスカイトを発明したのが、東院横浜大学の宮坂教授。宮坂教授は2009年にこの画期的な太陽電池を世界で最初に発明。宮坂教授が太陽光吸収に用いるのが NH3、CH3、PBL3 というですね、化学式で表されるペロブスカイト結晶。こちらはですね、濃い褐色であり、可視光の利用率が高く、宮坂教授はこの材料を太陽電池に応用しました。ちなみにですね、ペロブスカイト太陽電池を作るには、薄膜、薄い膜ですね、
こちらの形成と、それから塗布プロセス、つまりですね、塗る工程、この二つが必要になります。まず、原料を含む溶液を金属酸化物にですね、塗布して、ペロブスカイト結晶薄膜を形成します。このですね、薄膜、薄い膜がすごくてですね、これがペロブスカイトの特徴と言ってもいいのですが、シリコンが薄くなればなるほど光を吸収できなくなるのに対して、この薄膜は、波長800ナノメートルまでの可視光を吸収できる性能を持つ格好になります。その上層にプラスの電気が集まる有機の成功輸送材料を接合して薄膜セルを作ると、こういう作成プロセスを経て作られます。このようにペロブスカイト太陽電池の作成が容易であることから、各所でですね、研究が開始され、変換効率が急速に向上しているというのが現状です。安くて作りやすい。素晴らしいですよね。ちなみにこのペロブスカイト、課題もですね、もちろんあります。懸念は3つ指摘をされているところです。1つ目が、鉛を使うという点です。鉛は有害金属ですから、この論点はですね、しっかり考えないといけないというのはですね、宮坂教授も言及しているところです。ただ、使用している鉛はですね、微量であるというところと、これからはですね、リサイクル社会になりますので、まあ、きちんとですね、回収することができればですね、まあ、大きな問題にはならないのではないかなというふうに考えられています。またですね、鉛を使用しなくても、ペロブスカイトをできないかという研究も進んでいます。二つ目はですね、なかなか高い性能が再現しないという再現性の問題です。ただ、こちらは研究が進む中でかなり解消されてきています。で、三つ目が、耐久性です。こちらですね、後ほど東芝のですね、ところでも触れたいと思いますが、このですね、耐久性もですね、実はですね、課題とされたんですが、研究開発のですね、進展で解消されてきています。もちろんですね、変換効率を高めていくことも非常に重要。フィルム上にできるというのは、先ほどお伝えした通りですから、フィルム形状でですね、変換効率をさらに高めて、実用に耐えうる耐久性も備えられれば、加工しやすい透明フィルムのですね、太陽電池を開発できる格好になります。これによって、屋外用や屋内用、携帯用などですね、広い用途の民生用産業材料が誕生することになるわけです。で、宮坂教授らは、このフレキシブル太陽電池を100回以上ですね、曲げる試験を実施したところ、その性能がですね、安定していたことも確かめているということで、まあ、かなりですね、期待できる技術になってきています。と、ここまで聞いてですね、かなり可能性を感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、この次世代太陽電池には日本政府もかなり力を入れているのですが、そこに応えたのが東芝、ブレイクスルーを起こしてくれました。ということで参りましょう。2、東芝が世界最高効率を叩き出したニュースの解説です。今回東芝が達成したのは、新たな製膜法を開発したことによって、フィルム型ペロブスカイト太陽電池としてはですね、世界最高のエネルギー変換効率 15.1% を実現したというものです。変換効率を高めなければならないというところが課題というふうにですね、先ほど言いましたが、このですね 15.1% という数字は、現在普及している多結晶シリコン型の太陽電池のですね、エネルギー変換効率に相当します。つまりですね、全然商品としてはまあいけるレベルになってきているというところです。でですね、こちら一応ですね、条件付きの世界最高になっています。こちらご覧ください。ペロブスカイトという種類の中での変換効率が、この表の中で一番高いのは東芝ではなく、ユトモライトのですね 20.1% であるというのがですね、見て取れるかというふうに思います。同様にパナソニックもですね 17.9% を叩き出しています。あれ、世界最高効率じゃないじゃないかなと思った方いらっしゃるかと思うんですが、ただですね、ペロブスカイトがこれからどんどん使われるためには、フィルム状であるという特性、これがですね、軽さや形状変化という意味において重要になってくる。そこにですね、旨味があるわけです。で、今挙げた2つのものはガラス基板。こうした特性はですね、発揮できません。つまりですね、フィルム状という特性で、なおかつ変換効率が高いというところ、そこが重要なわけで、そのフィールドでですね、東芝は世界最高の変換効率を叩き出したということになります。その点ではですね、まあ見ていただければ他の競合をぶっちぎっているのがですね、お分かりいただけるかと思います。またですね、皆さん、今の表を見てですね、もう一つお気づきになったかと思います。そう。大きさも重要なんです。結局ですね、実用化するときには大きくしていかないといけないですから。で、この点に関しても見ていただければ、他のフィルム上のものに比べて、東芝のものはですね、大きさも実現しているのがお分かりいただけるかと思います。東芝はですね、2018年6月に、ペロブスカイト太陽電池としてはですね、703平方センチメートルの世界最大サイズのモジュールを開発していますが、今回はですね、この世界最大サイズをですね、維持しながら、製膜プロセスの高速化と変換効率の向上に成功したというものになっています。フィルム上で、かつ世界最大規模の大きさのモジュールで、世界最高変換効率。熱い
じゃないですか。で、まあですね、この紹介だけでも胸熱なのですが、せっかくなので何が革新的なのか、そこをですね、解説したいというふうに思います。もともと東芝が採用してきたペロブスカイト層の成膜法は、2ステッププロセスと呼ばれる手法で、基板上にですね、PBL2 をですね、塗って膜を形成。その上にですね、MIA インクというものを塗布することで、MAPBL3 膜というのをですね、成膜するという工法を取っていました。ただですね、この手法では、1、PBL2 と MIA の反応を制御することが難しく、未反応物が残る。2、工程数が多い。3、塗布速度が低速である。などのですね、欠点があり、より量産に適した手法が求められていました。で、東芝はですね、一旦はですね、だったらあらかじめ MIA と PBL を混合したですね、MAPBL3 インクをですね、塗布して、精膜してですね、ワンステップにすればいいのではないかというところで、これも試したんですが、このプロセスだと MAPBL3 結晶のですね、成長を制御することが難しく、特にですね、大面積に均一に塗布することが困難という欠点があり、新たな塗布法のですね、開発が必要となっていました。でですね、今回何のブレイクスルーが起きたかというと、この塗布法、つまりですね、塗り方のイノベーションが起きたんです。いいな、東芝が起こしたんです。その手法の名前がワンステップメニスカス塗布法。この手法の下でですね、新たに MAPBL3 インク乾燥プロセス装置の開発を行うことで、大面積を均一に塗布することに東芝は成功。その結果、精膜プロセスの工程が従来の半分となり、さらにですね、塗布速度の高速化が可能になりました。塗布速度においては、5センチ角で量産時に必要と想定するスペックを満たす速度、6メートル毎分を達成。またですね、均一に塗布することが可能となり、これによってですね、先ほどご紹介したようなフィルム型ペロブスカイト太陽電池として、世界最大面積である703平方センチメートルのモジュールで、世界最高エネルギー変換効率 15.1% を達成するに至りました。このですね、メニスカス塗布法、すごいですよ。今日はですね、この名前を覚えていただくだけでもいいかもしれません。この手法によって、エネルギー変換効率の向上だけでなく、生産プロセスの高速化の両立が可能となり、日本が、いや、世界が待ちわびている高効率かつ低コストなフィルム型ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて、大きく前進した格好となりました。いや、東芝マジで半端ないってところですね。ちなみにですね、今は耐用年数はですね、10年とされているんですが、こちらについて東芝はですね、15年にそれを伸ばすことを目指しており、またですね、変換効率も 18% まで引き上げることを睨んでいて、それらを達成しながら、2025年にはこのペロブスカイト太陽電池を量産していく考えとのこと。もともと低コストな太陽電池という特性もありますので、これですね、本当に日本の脱炭素の救世主になるかもしれません。ということで3、これが社会実装されると何がすごいのかを解説したいというふうに思います。何がすごいって、まずフィルムなので成形にかなり自由が利きます。これまでのようにパネルを並べる、置くみたいな感じではなくて、フィルムを貼っていくというような世界になります。極端な話、加工技術も進展すればどこでも貼れちゃうという世界になるわけです。そして貼ったところはどこでも発電をするという格好になります。しかもフィルムですから軽量なわけです。薄くても発電するのがペロブスカイトの最大の強み。つまりですよ、今屋根上に太陽光を乗せるという話が 46% 温室効果ガス排出削減の文脈でも再注目されていますが、その時に問題となるですね、建物の耐荷重の問題、こちらもですね、クリアできる格好になってきます。古い家屋で太陽光を乗せるのをですね、断念されたお宅でもペロブスカイトならいける格好になります。もちろん壁にだっていきますし、窓もシースルーのような形でいけるとも言われています。東京の高層ビルたちもそれ自体が発電所になる、そういう世界観にですね、極端に言えばなっていきます。もちろんですね、北側は効率が悪いからやめるとかはあると思いますが、東芝はですね、このペロブスカイトを用いて、このようにですね、都市のあらゆるところで活用して、街自体をですね、都市自体をですね、ミニ発電所にしてしまおう、そう考えているようです。もちろんですね、こういうのを進めていくと、それはそれでですね、また課題は出てくるのでしょうが、それも成長通の一つ。しっかりそれを達成した後には、日本のエネルギー自立、コスト低下、脱炭素、このあたりがですね、見えてくる、そんな予感がしています。と、ここまでですね、夢のある話をしましたが、一つですね、この一連の話の中に、落とし穴というかですね、がっかりな話があるので、4、
この件に関する日本の相当なやらかし、こちらですね、解説していければというふうに思います。このペロブスカイトの技術、すごいじゃないですか。すごいですよね。で、かつ日本初ということで、これで日本が覇権をと思うじゃないですか。ところがどっこい、この技術、日本向けには特許は取っているものの、まさかのですね、国際特許を取得していないというですね、そういう状況になっています。でですね、その理由なのですが、申請や審査、登録などの手続きに1カ国1地域につき数百万円以上の費用がかかること、まあこれがですね、まあ大きくてですね、宮坂教授がまあここまですごい技術になると思わずという形でですね、申請をしなかったというのがですね、まあことの顛末になっています。そのため、この技術や知識が海外にですね、どんどん事実上流出しているというのが実情とのこと。国際特許を取得していないので、ペロブスカイトのですね、権利に関して海外企業はですね、特許使用料を払う必要もなければ、またですね、脱炭素には金もついて回るので、もはやですね、資金調達もバンバンやっていってですね、で実用化をですね、進められてしまう格好になっています。で、報道によればですね、特に中国はですね、実際めちゃくちゃ研究開発をしているようですし、要注意です。もちろんですね、この手の新たなですね、技術は多くあって、どれもですね、政府がしっかりサポートできないのは実態だと思うのですが、ただですね、脱炭素が来ると思っていて、ちゃんとアンテナを張っていれば、この研究にですね、支援をして、研究開発を促進しながら、特許のところについての費用捻出をですね、側面支援するなどはできたのではないかなとも思ってしまいます。もちろんですね、たらればですし、政府は国際特許のですね、取得支援や技術流出のですね、防止などを支援する制度のですね、整備を進めているとも聞きますので、そのあたりでですね、まあ第2、第3のペロブスカイトのような展開はぜひですね、阻止してもらいたいと思いますが、ただこれだけ世の中を変えるテクノロジーがマジかという気は個人的にはしています。実際要注意なのは中国だけではなく、報道ではですね、欧州でもペロブスカイト量産というニュースは出てきている状況です。とはいえですね、今回の、まあ、東芝のですね、イノベーションはもちろん特許は取得するでしょうから、今日ですね、ご紹介した他国ぶっちぎりの結果を出したですね、メニスカスト4、これをですね、極めていってもらって、世界の太陽電池シェア奪還をですね、目指して頑張っていってもらいたいなというふうに思います。ということで今日はこの一言でまとめたいというふうに思います。東芝が開発したペロブスカイト太陽電池がマジですごい。